明日も寒さが厳しく、全国の6割以上で冬日となる予想です。日本列島を覆っている上空の強い寒気は明日にかけても居座ります。全国的に今日と同じくらいかそれ以上の寒さとなる見込みです。明日朝の全国の気温分布では、北日本の各地や西日本の内陸部で0度未満を予想しています。全国のアメダスの観測地点のうち6割以上に達し、今朝以上となる可能性があります。東京は2度、そして大阪でも4度という予想が出ています。主要都市も今朝と変わらない寒さで、名古屋は雪の状況によりさらに低くなるかもしれません。また東京について詳しく見ていきましょう。東京は昼間も気温の上昇ペースがこちら遅くなり、なかなか気温が上がりません。晴れるにもかかわらず10度に届かない予想になっています。今日に比べて2度低く、一層風の冷たさを感じそうです。雪が断続的に降る日本海側は気温が横ばい状態で厳しい寒さです。引き続き雪対策に加えて寒さ対策が欠かせない1日になるためご注意ください。